の帰りに、すいません、サポ、ちょっと抱っこしてもう一回立ち上がって、飲んで、で今朝も飲んでます。飲んでます。なんかうちだとあんまり中だと飲まなくて、外行ってちょっと気分転換すると帰りに飲んでくれる。何回ぐらい出てますね。回数で言えば5回ぐらい。そうか、結構しますね。なんかあの食欲増進剤を入れていただくと、はい、昨日そうですよね、とあのうんちがさらに柔らかくなって回数が増える。そうだと思う。で、食べない食べないのは変わりないんですけど、まあでも昨日の食欲増進剤いつもと違うやつなんですけどね。あ、なんか前に入れていただいた時も、あのここでちょっとしたようなああいううんちから少しもっと柔らかいベータになって回数が増えたって、なんか絞り出すみたいにして最後うんちしてる。なるほど。ただ、昨日うんちはでも柔らかいに体温切れると分かるんですよね。帰ってから粒を5回ぐらい外に出てるんですけど、散歩に、はい、だいたい往復でまあ200メートルぐらいなんですけど、でも5回行くだけの気力はあるんですよ。とりあえず出るだけの気力出てしまえば大体100メートル、200メートル歩いてるんですね。そう、わかりました。それ以外はもううちの中で下手としたんです。で、声かけない。でも乗せて来てる時もいつもだとずっとキャンキャン言ってるんですけど、だんだん声出なくなって、昨日あたりから全然運転もするとか言いません。昨日そうなんですよ。ここでもあんまり泣かなかったからね。で、泣いても声が小さい。全然だからなんか口の中が乾いてるのかなと思って、スポイトでたまにあのお水やるんですけど、はい、なんとなくこう口開けた時のお水とこう舌がなんかなんというかシワシワしてるというか。